それでは、ソロウクレレを誰でも弾けるようになる本2から6曲目のクーレイホクを解説していきたいと思います。この曲では、ハワイアンバンプと呼ばれるハワイアン独特のフレーズや、あとはリズムがシャッフルとなってます。こう、1と2と3と4とっていう風な感じで、少しこうスキップするような感じのリズムになってます。ぜひそのあたり注意しながら取り組んでみてください。シャッフルのリズムに関しては、本誌の21ページにも詳しく記載されていますので、ぜひそちらも参考にしてみてください。それでは解説のをしていきたいと思います。まずは1段目をゆっくり弾いてみたいと思います。1と2と3と4と。1段目では早速ハワイアンバンプと呼ばれるハワイアン独特のフレーズが登場します。一見するとちょっと難しそうなんですけれども、各指、フレットが決まっていまして、人差し指が1フレット、2フレットが中指、3フレットが薬指というふうに、こう役割が決まっていますので、その中でこのタブ譜を追っていっていただければいいんじゃないかなと思います。あとはこのリズムがシャッフルしていますので、そのあたりちょっと気をつけてやってみましょう。まず人差し指から3と4と1と2と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 3と4、こんな感じとなっております。最初この指の動きがちょっと難しいなと感じる方はですね、シャッフルのリズムをちょっとやめてですね、いつも通りのこの8分音符、均等な8分音符のリズムに直して、とりあえず指だけ練習してみるといいんじゃないかなと思います。ちょっと一度最初の方だけやってみたいと思います。3と4と1と2と3と4と1と、これで慣れてきたら、シャッフルのリズムを入れていくというような順序でも全然問題ないかと思います。それでは2段目から4段目の1小節目までをゆっくり弾いていきたいと思います。3と4と。それでは2段目から解説をしていきたいと思います。まず最初 G7 を押さえて弾いていきます。ここは解説番号7番にも書いてありますが、この G7 の中にメロディー音は入っていませんので、少し弱めに弾いてあげましょう。メロディーを含んでる和音みたいにこう、あんまり1弦を引っ掛けすぎるとちょっと変な感じになってしまいます。G7 を弱く弾いて、したらこの G7 を押さえたままメロディーを弾いて、次の薬指ぐらいで少し G7 が壊れるっていうような感じになってます。ここが解説番号8番となっております。その続きいきたいと思います。開放弦1と2と3と4と1と2と3と4と、で G コードを押さえたまま3フレ2フレ。この辺りは四分音符がずっと続いてるんですけれども、四分音符を弾いてる間も必ず1と2と3と4とっていうような感じで、シャッフルのリズムを必ず体で感じておきましょう。その続きいきたいと思います。 G コードを弱く弾きます。メロディーと3と4と1と2と3と4と1技術的にはですね、そんなに難しくはないんじゃないかなと思うんですが、
常にこのシャッフルのリズムを体で感じながら弾くという部分がですね、慣れないとちょっと難しいので、ぜひそのあたりのことを注意しながら練習してみてください。それでは最後、4段目の2小節目から、エンディングのハワイアンバンプを弾いてみたいと思います。3と4と。それではエンディングのハワイアンバンプの解説をしていきたいと思います。1小節目の方はですね、冒頭のハワイアンバンプの部分と全く同じになります。人差し指が1フレット、中指が2フレット、薬指が3フレットというような感じで、ポジションの役割が決まってます。1フレット人差し指から1と2と3と4と、こんな感じになってます。その次がですね、和音になりました。320を押さえてアポヤンドで軽く弾きます。あんまり強く弾くとですね、このハワイアンの軽快さがなくなりますので、ちょっと弱いぐらいでちょうどいいかと思います。ここが解説番号9番になります。320を弾いて、で0、1、2、3拍目しっかり休んで、その間に5020にしてポロロンと弾きます。最後フェルマータがついてますので、少し伸ばしてあげるといいかと思います。このあたりのことが解説番号10番になります。どうも、佐藤真瀬です。クーレイホークはいかがだったでしょうか。この曲はですね、ソロウクレレを誰でも弾けるようになる本の1冊目に登場する、カイマナヒラと全く同じ形式をとっています。ハワイアンバンプがあり、リズムがシャッフルになっているということですね。唯一違うのはですね、このクーレイホークは、キーが G メジャーキーとなっています。G メジャーキーの中でハワイアンバンプを弾いたりしています。解説番号2番にも書かれていますが、ここでは繰り返した後の、ハワイアンバンプを、39ページに書かれている別のハワイアンバンプに差し替えてみたいと思います。ちょっと途中から弾いてみます。1と2と3、4。となっております。ぜひいろいろこう差し替えて遊んでみてください。何かの参考になれば幸いです。佐藤正でした。ありがとうございます。